回の動画でオリラジのあっちゃんの YouTube 大学をご紹介しましたが、今回は YouTube 大学のどんなところが読書や速読するよりも優れているのか、5つのメリットをお伝えしていきます。読書してる時って他のことを同時にできないですよね。でも YouTube 大学は朝運動しながらとか歯磨きしたり料理しながらでもラジオの面白いトークショーのように聞けちゃいます。なので一番のメリットは何かしながら見れるです。通学や通勤時間を使ってみるのもおすすめです。二つ目のメリットは、とにかくあっちゃんの教え方がうまいんです。サイモン・シンのフェルマーの最終定理という難しい本を誰にでもわかるよう説明してくれちゃいます。三つ目のメリットは、あっちゃんが面白おかしく話してくれるので本の内容がちゃんと頭に残ります。三国志の授業ではあっちゃんが声を変えていろんな登場人物を演じてくれたので四部作最初から最後まで楽しめちゃいます。四つ目のメリットは、常に先を見ているあっちゃんが気になっていることを YouTube 大学で取り上げているので、今知っておくべき必要な情報がタイムリーに入ってきます。去年の 5G やブロックチェーンの授業も分かりやすくて良かったんですが、最近のアフターコロナの経済の授業とかもとてもためになりました。最後、5つ目のメリットは、普段自分が読まないようなジャンルの本のあらすじさえも分かるようになります。あの分厚い古事記なんて普段読もうと思わないですよね。古事記の授業は3部作でしたが、3日で古事記について語れてしまうぐらい大体のあらすじが把握できてしまいます。あっちゃんを褒めたたえるような動画になってしまいましたが、 YouTube 大学は本を速読するよりも効率よくかつ楽しく本から知識を得られる素晴らしいツールです。読書がちょっと苦手な人にもおすすめですよ。皆さんのおすすめの動画をコメント欄で教えてくださいね。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。